まだ、究極の方法が残っている。無免許運転で書類送検されていた木下文子都議が、19日に在宅起訴となったが、有罪判決で失職になる可能性は逆に低くなった。他に失職となる方法は、リコールか都議会の除名処分だが、どちらもハードルは高い。そこで、指揮者からは、 都議会の自主解散をやるべきです。と訴える声が上がっている。東京都議選の期間中に無免許で当て逃げ事故を起こし、警視庁に書類送検された木下氏について、東京地検は19日5月から7月にかけて7回無免許運転をしたとして、道交法違反の罪で在宅起訴した。 当て逃げ事故を起こしたとする自動車運転処罰違反の容疑に関しては、起訴猶予、道交法違反の容疑は、嫌疑不十分の不起訴とした。もし、禁錮以上の実刑判決が確定となれば、都議を失職することになるのだが、木下氏は、すべての容疑が起訴となったわけではない。失職はありえるのか。 元衆院議員で弁護士の横粂勝人氏は失職とはならないでしょう。と指摘、その理由について、初犯であれば、無免許運転は、罰金の休刑が、ほとんど、木下氏の場合は、不起訴とはいえ、人身事故の事実はあるので、懲役でしょうか。それでも、休刑で、懲役6ヶ月から10ヶ月程度で、 判決では執行猶予がつくのではないか。と解説した。もし執行猶予がついたら失職とはならない。他に木下氏を議員辞職させる方法は、リコールと除名処分があるが、どちらもハードルが高い。リコールは、都議になって1年経ったらできますが、有権者が約47万人の板橋区では、 15万人近くの署名を集めないといけません。今、署名を集めたとしても大変ですが、来年7月に果たして、この件が盛り上がっているのか。その頃には沈静化してしまって、署名が集まらない可能性もある。それならば、除名処分はどうか。議会の外のことで、除名にするのは難しいので、議会の中のルールに反した。 ということを理由にすることになります。議会の召喚状を複数回無視するなどですが、実は、懲罰には種類があります。開国陳謝、出席停止があって、一番重いのが除名、いきなり除名ができるのかという問題があります。例えば、現段階で除名処分にすれば、不当な処分だ。として、 木下氏から裁判を起こされかねないという。それだけに慎重に進める必要があるわけだ。木下氏は続けてほしいとの声がある。というものの、実際は早くやめてほしい。という声がほとんどだ。もう他に辞職させる手段はないのか。12月にはボーナス約200万円を木下氏は手にする予定だが、 このまま税金から議員報酬が支払われ続けることを都民は受け入れるしかないのだろうか。予告めしは一つだけあります。都議会の自主解散です。という、すべての都議が辞めてもう一度選挙をするのです。一人のために40億から50億円にもなる選挙費用をかけるのか。という議論もあり、 現実的ではないかもしれません。それでも私はやるべしと思います。都議選の開催時期が統一地方選とずれているのは、1965年に自主解散をしているから、過去に実例はあるのだ。果たして、他の都議たちがそこまで踏み込めるのか。注目したい。